逃亡犯条例改正案の完全撤回など5つの要求をめぐって、香港で同時多発するデモは10週目に突入テロリズムの兆候が出始めていると、中国政府が非難したというマスコミ報道もあるが、事実はどうなのか、今回、ザ・ファクトは香港デモの現場を緊急取材した。 自由と民主主義をめぐる香港市民と香港政府との衝突はますます激しさを増しております。えそうした中でですねこの度ザファクトの新村ディレクターが8月9日から8月12日までカチュの香港を取材してまいりました。え今日は新村さんからちょっとそのリポートをですねお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えさてですねこの8月9日というのがまたですね、はい、ちょうど非常にあのニュースでもね話題になりましたけど。はい 香港空港でのさまざまなですね、こうデモンストレーションが非常に激しくなって注目を浴びたとき、はい、ちょうどそれと重なりましたですね。重なりました。ええ、で、私がまあ香港国際空港を降り立って。 まず、すごい歓声が響いてきて、これ、何やってるんだという感じで、もう本当、びっくり最初して、出たら、香港フリーダム、香港フリーダムということで、若者たちが香港国際空港の到着ゲートのところで、みんなでプラカード振ってやってるというようなところが、まず最初にわれわれも日本の方で第一歩、それもらってですね。 あのこう空港の外とかじゃなくてね中でやってるんだっていうのを見てて、はい、もうあのあの踊れたんですけれども,、ねはい、もうどんな様子だったんでしょうはい香港国際空港の中で座り込んで。 あのプラカード、まあ、チラシを配ったりとかやってるんですけども、様子としては整然としてるような様子でし私もあの新村さんが撮った映像を見てです、ね、所持、はい、って決して、何ですか、空港を破壊しようとかね、はい、なんかそういうふうなあのデモンストレーションのようには見えなかったんですけどね、はい。いわゆる破壊とかそういうのは全くなくて。うん あのまあ、海外の方が例えばチラシを受け取ったりとかしたら、うんまあ、わーっていう感じで拍手で歓声が上がるというような様子ではありましたあの例えばあれですその空港の搭乗するためのチェックインカウンターで何か妨害それをさせまいとするとか、はいはい、そういうことってあったんですか8月12日に私は帰国する 帰国したんですけども、うん、その時のチェックインカウンターの様子も、まあ、私自身は全然普通に搭乗手続きをして普通に出国手続きもできましたのでそれ自体は何か特に妨害しているとか、うん、そういういのは全然なんかところがその8月12日って、ね、日本でもこれニュースになすごい大きなニュースになったんだけど、はい、全便が欠航だと航だで香港空港から海外に出れないと。はいはい そしてまたその帰国できないっていう人のね模様なんかも日本の,の、はい、テレビなんかも取り上げてたけど、はいと、ね、不思議ででなんで結婚する必要はあったの、はい、私も日本に着いてから全便結婚したんだけども、はい、本当ちゃんと帰ってきてこれてるっていうことで <laughs> あの友達からメールもらったりとかして逆に私がびっくりしたぐらい。 いやだからもうその日本でそういうね報道を見てお、はい、新聞のディレクター帰ってこれないんじゃないかと、はい、これはもう相当なね大混乱で、はい、もう要するに空港のこの飛行機の発着という業務そのものが何か邪魔されてるんだとふうななったらこれ確かにまあ空港なん,んですか妨害にもな、はい、なるし、はいはい、と思ったんだけどそういうことがなかったわけですそういう様子ではなかったは<ー>、ね、まあそうするとですね一部の空港、はい、その いろんな航空会社の,その関係者がそういうデモ隊の方に加わったりするのがあって中国政府からそういうその加わった人間が解雇するようにとかねそういう話がいろいろと圧力が北京の方からも入ってきてるって話があったんだけどもまあ極端なことを言うとある意味で全便欠航とかそういう形を作ることで。 なんていうか、この民主化要求の人々が化ししててるるっていい、いううイメージを作るような。はい、私もそれ思いました、うんで。実際の現場はそういう理由はないのにもかかわらず、うん、なぜ全米結婚っていうのを決断をしたのかっていうと逆に国際社会に向けて、うん、まあこれだけ迷惑してるってことを言いたいのかなとそういうメッセージを、うん、まあ香港政府なのか、うん、まあ中国なのかっていう。うん 意図ちょっとある種の意図的なものもちょっと感じました。えー、そしてですね二日目なんですけど、はい、今度は新村ディレクターが市街地の方に入って大宝、はい、という地区での、はい、まあ大きなこう集会の方をですね、はい、取材に回られたんですよね。はい、まあその辺ちょっとちょっと映像を見ながらですね、はい、また説明していただきたいと思います。はい、あのイメージよりも、ええ、老若男女が参加しているという感じですよね。うそうですね。 あのの若者が多いのかなと私も思ったんですけども実際はやっぱりあの、ね、ご年配の方も含めて、うん、あの世代的にはかなり全世代的にだからこれがやっぱり、うん、そのかつてのイギリス統治時代の香港でそれこそ自由と民主主義が、はい、あ保障されてたっていうことを知ってる世代もまた,、ええ、また今回、ねはい、動きに参加してると。 こういうふうに見るとやっぱり逃亡犯条例の撤回というだけではなかなか収まる問題じゃなくてやっぱり香港政府、はい、香港政庁のいろんなガバナンス統治のやり方そのものがどん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 北京寄りになっているとこれがもうとにかくすべての問題であると、はい、これはですね、はい、まあデモ中にタクシーが来たんですけどもみんなで声を掛け合いながらうん、うん あのタクシー来たから道開けろ道開けろってことで、うん、みんなで呼びかけ合いながらこうやってるようなところ、うん、これはですねデモの最後のところなんですけどもペットボトルをこう回収して、はいまあ、ゴミもちゃんと、うん、あの街を汚さないようにということで、うんまあ、これも整然とした形で皆さん助け合いながら、うん、そうですねペットボトルのね蓋を外してね、はい、きちんと踏み潰してから捨てて。ね 環境にも気を配りということですねこれはですね北の角って書いて北角というところなんですけどもウェブ上での情報ではあるんですけどもこの北角っていうエリアが地元のマフィアのアジトになっているようなところがもう一つだというふうに言われてこの地元民の人が野次馬として出て騒ぎをちょっと煽って衝突しているようなゲームなんです。 これはなぜか中国の国旗がですね、<う>この現場には日本三本ぐらい掲げられていたりとかしてるな,なんかすごく中国っていうことをすごく主張してる。まあやっぱり中国に対する敵対心をこう高めようっていう意図はやっぱあるんでしょうね。はい、あるのかもしれない。です、えー、デモ隊との衝突ではなくて、うんうん、地元の方と警察とのぶつかりがある。あ でまあ日本のねそのメディアがこういう部分だけで取り上げるとね、そうです、ね、なんかだんだん冒頭化しつつあるんじゃないかみたいになっちゃうんで、うん、この映像だけ見ると確かにそうも見えなくはないんです、ねうん。でもそれはもう本当に今回新宮さんが、うん、えっと結果的に4日間にいたわけです。4日間ですね。はい、あまりもうそういう場面は見られなかったと。私自身はそういう場面には遭遇はしなかった。もうここれだけだと。私が見てるそうです。 はいといととうことでですね香港を、えー、リポートしてきた新村ディレクターから話を聞きましたけれども今回のこの香港についての、はい、新村ディレクターが思われたところをちょっととお聞かせしたいと思い思ます、はいはいえー、とまず、えー、最初、ですね、まあ、実際香港市民の方がどういうことを要求しているかということで、まあ、この5つの要求というのがあります。はいはい まず1つ目が逃亡犯条例をもう完全に撤回してくれというのがまず1つ目ですね。で2つ目がまあ警察と香港政府がですねこういうデモ活動、市民活動を暴動というふうに位置づけることをまずこれももうやめてほしいということですね。うん、で3つ目、これがあのデモの参加者を逮捕したりとか起訴することも,もうこれも取りやめてほしいというのが3つ目。で4つ目が えー、警察の暴力的なこういう取り締まりに対して責任を追及してほしいというのと,あとそれに対してまあ外部調査も実施してほしいというのがこれが4つ目になります。で最後にです、ね、5つ目が、えー、香港にもちゃんと民主的に民主的なその普通選挙ですねこれを導入してほしいというのと今の行政長官の辞任を求めているとこれがあの今回の香港デモの主な5つの要求と。はい いう形になります実際にまあ私があの見てきた形あの中ではですね、まあ、昼間のデモとか集会が終わって、うん、で夜になって確かに一部の方が、うん、あの激しく警察と衝突するというのは実際に現場としては見受けられたのはあったんですけどもほとんど9割以上の方はまあ平和的にデモを行ってましたと。うん、今回のののですね、うん、あのデモというのは、うんあの 条例を撤回してほしいというのがもちろん発端にはなってはいるんだけれどもあのこれまでの香港政府の中国寄りの施策香港人の方があの例えば公営団地とかに入るにあたっても香港人の方だと全然優遇されないとで後で来た新移民と言われる中国人の人たちだと そううい公営住宅に入りやすかったりとか大陸からそういう移民の方の方がなぜか優先的に公営団地に入れたりとかっていうのでそういうのもあったりとかして結局香港人の人がそういう日常的な不満っていうのがすごく高まっていって今回の逃亡犯条例の撤回っていうのは発端になってこれだけこれまでの不満と怒りが爆発していると。 いうようよな私もあの話を聞いたりとかしてでる、ねはいそうするとですね、まあ、今の日本の,そのマスコミでは逃亡犯条例さえ完全に撤回すれば、はい、まあ終わるだろうという見方をされていたんです、はい、まあ先ほども映像を見ながら言いましたけど、ねはい、それだけではないし、ええ、ある意味でそれで終わっちゃいけないといと、うん、そういう運動だという感じあそうですね。はい、はい でまあ、実際、私が帰国したその日に中国政府の方向香港政策の、はい、報道官が過激なデモ参加者が警官を攻撃して、まあ、これは重大な犯罪であり、はい、まあテロリズムの兆候が出ているというところまで、うん、あの報道官が言っているんですけれども私が見る限りではもうテロリズムとは程遠いあの平和的なデモは行われていたんじゃないのかなと。 いう感じはしましまたそれからですもんね、<っ>香港の裁判所が空港の利用妨害を禁じる臨時命令を出してる出ししいるし、はい、しかしまあ先ほどからわれわれ言ったように、はい、実際はもうその利用妨害というほどのあれはない、<う>ええつまり、香港政府、このキャリー・ラム行政長官は、はい、まあ実質的に北京共産党中央のロボットとも言われてますよ、はい、もう本当にその共産党中央の指示の通りに動いて、うん、香港市民がボートであると。 うん、これは暴動であるテロであるとしたがってこれをお武力でもって弾圧するというのは国家に、はい、正当性があると、はい、だんだん、ね、そっちの方向に、ね、話を持ってるなって感じを私します、はい、でまああのー、えっと志村ディレクターからまあリポートしていただきましたけれども、はいはい、今回の,あの香港のですね今後どうなるかっていうのですけど大きく言うとざっくり言うと3つしかもう結論ありません1つは今志村ディレクターが紹介してくれた5つの理由が全て通るってこと、はい そうですね、しかし、これはなかなか難しい、ハードル高いです、うん、2>, 2番目に、そういう例えばデモなどのリーダーをどん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 逮捕していって、はい、時間をかけてなし崩しに指針していって、はい、この要求をなくそうというね、この時間を使った中国政府のやり方、はい、でこれに対しては、香港の市民がどれだけ抵抗して、これからこの、はい、抵抗を大きくするかにかかっていす、はいはい、そして3番目として考えられるのが、はい、やはり香港市民が屈することがなかった場合、何があるかというと、うん、最終的にはですね、 私はやはり北京共産党中央によるこの鎮圧、弾圧以外になないと軍事介入がある一部、ですね日本の例えば朝日新聞なども北京が直接介入するか鎮圧するかこれをですね見てると、しかし国際世論も強いのでなかなかできないだろうとそういうことを言ってるんですけどこれ、ね甘いです、考え方が。 中国共産党は最後はどっちやるかというと国際的などんな非難よりも共産党体制が危ないとなったらそれを守ることを選ぶんですしたがって香港において多くの人が集まれば共産党も屈せざるを得ないという実例を前例を作ったらそれが万が一中国本土に飛び火してったら本当にねだから共産党は一番これを押せるんで私はですねうう軍事会議してでもうんまて、あ、やってきます だから私としてはです、ね、今回です、ね、日本政府がまずやるべきことは何かというと、はい、ある意味で共産党体制に、ね、揺らぎを与えるチャンスなんで、はい、本来ならこうした香港の自由民主を求める動きをはっきり言ってもっと支援するべきです。<う>また影においてね、はい 戦前の日本だったら多分やってたと思います資金提供とかそういうものを通じて支援をしてた私はね、はい、国家戦略としてそれぐらいのことをですね、やってでも今回の香港の自由民主要求をこれを貫徹させるってことを日本としては応援すべきだと思います,で,す、ね、で、さらに2番目としてその時に中国が小こさに万が一こいつした場合に、はい、これも気をつけなきゃいけないのは天安門事件でこいつした中国を実は助けたのが日本でした うん、それなぜかというと時のですね自民党政権が中国側から泣き疲れて、えー、天皇皇后両陛下に放注していただく中国はあれでもってみそぎが済んだということで国際社会に仲間入り、はい、復帰したんですよね、ええ、今回はやっぱりそれはやってたらダメだと思います、えー、経済的な面と人権的な面そして宗教的な面で今アメリカ政府トランプ政権は中国をすごい、はい、一生懸命ですねこの共産党に揺らぎを与えるべきをやってます,す、ね、今私たち日本が考えるべきはこの 軸足というものをしっかりとアメリカと同じように自由、民主、信仰を守る方向にしっかりと置いて、はい、共産党体制の崩壊それは別に中国の人たちの不幸じゃありませんむしろ、はい、中国の人たちの幸せのためにそちらこそ今、求めるべきだと思います。えー、島さん今日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた